トシカルディさん似合う、ありがとう。こんばんは、りょうつん今日も世界一かわいいよ、ありがとうありがとう。こんばんは、一ゲストさん、ゆずきちさん、ありがとうございます。大人っぽい、嬉しい。ちょっとね、新しい服を着てみました。でもなんかこの服は前からあったんだけど、あの家にね、まだ着たことなかった。テロップ入れよう。このあと 2.5 期研究生エール交換会。オッケー、テロップ入れました。あら、お上品な洋服。そう、お花、お花のワンピース。唇大丈夫？今唇、口紅塗ってるからあんまり目立たないけど、まだちょっと治ってない。でも昨日よりは痛くないです。今日はまた一段と可愛らしい出立ちですね、ありがとうございます。そう、お花、いじきさん可愛い、ありがとう。今日も美人、嬉しい。服が可愛い。服が？服もでしょ服もだよ、服も、服も。喋ると痛む？そんな痛まないかも。なんかね、めっちゃ笑ったら痛いかも。でも普通に笑えるくらいになった。フラペチーノさん、ハートありがとう。こんにちは、なんと可愛いこと、嬉しい。筋肉つんきんはどう？あ、筋肉つんきんね、ちょっと治ったんよ。そう、ちょっと治って、良くなりました、前より。そうなんですよ、配信6時までしようと思います。6時までします。ちょうどメールも届いた、よかった。宝谷のこと書いたやつかなメール届いたんだ。6時まで配信するのでよろしくお願いします。そうなんですよ、筋肉つんきん。なんか、あのね、なんだっけ、おとといになって筋肉、おとといにレッスンして、でおとといにめっちゃ筋肉痛で、で昨日も筋肉痛で、今日はちょっと治った。13日2部行きます。リアル話会？ありがとう、嬉しい。え？先おとといって言うん？え？おとといのこと先おとといって言うん？え？そうなん？知らんかったよ、リオ。え？先おとといって言うんじゃ。すご。すごい。見て、まつげ。今日、まつげ、いい感じに上がったんですよ。え、おとととといかと思った。なんかさ、その、前になればなるほど、とをどんどんつけていくんかと思って、じゃけ、おとと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 いみたいな感じかと思ったんだけど。りょうつん、なんか綺麗なお姉さんな、お姉さん系？今日はね、今日はちょっと、お姉さん系になりました。おとといがむしろ初めて聞いた。まあなんか、おとととといは、まあリオがつけた名前なのではい、チャームポイントのほくろまで見える。リオ、チャームポイントはここのほくろだよ。顔はそんな、まあでもここ星なので星なので
こうやって繋がってるんですよ、リオのほくろ。こうやってトン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 ってこうやってあさっての次は知っとる？しあさってよ、しあさって、しあさってよ、それは知っとるよそうですね、14日ビッグローズ行きます。嬉しい、待ってます。あ、みんな、あの個別お話し会もぜひ来てくださいね。皆さん一人でも来てくれたら嬉しいので、個別お話し会待ってます。なんかね、無謀な夢は覚めることがないのお話し会と、その参加券、そのお話し会の参加券が引き換えできるみたいなので、無謀な夢は覚めることがないの CD もし持ってたら、それを持って会場に行きましょう。最近顔成長する？いや、そんなじゃない。いや、成長してるかもしれん成長してるかもしれん、やばいやばいやばい。今もね、こんなね、あのお嬢様みたいな感じな格好だけどね、足にはちゃんとこのボールを挟んで配信してるからね、シュールです。よし、かくやんさん、ハートありがとう。りょうつん、今日も安定の可愛さ。よし、かくやんさん、ハートありがとう。そうなんですよ、かわいい？やったー。お洋服かわいい。お洋服もでしょお洋服もだよ。スターワンピースカートになってるのかな。ワンピー、ワンピースですよ。さっき言ったけど、ワンピースです。あ、全身見せて。わかった。見たいですか？じゃんじゃじゃーん、見える？なんかね、この長さ、ここの長さはさあのここまでじゃなくて、うん、なんか中途半端な長さで、これワンピースでーす。ででで、お腹鳴った。吉川くんさん、レンボさん、ありがとう。下履いてる？履いてますよ。エリ交換会前に何か食べれそう？全然食べれそうじゃないお腹すきましたね。下はジャージかと思ったよ。ジャージじゃないよ、ワンピースです。ワンピース、急にスクショタイムスクショタイム、スクショタイム、スクショタイム、ピースピースピース。あマーナが持ってきてくれた桃。じゃあ桃、息をする心ポーズ。もう終わるの？終わらないよ。これから夜まであるので、これを飲んでおきたいと思います。ご飯はね、エール交換会終わってから食べるから。カプレさん、ハートありがとう。ママプロン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 
お家から参加？うん、なわけないじゃん。プロン？ん？プロン？あ！こぼれた。うん、なんかさ、こういうのってさ、なんかぶどうがさ安定に美味しいじゃん。例えば飴とかもさ、なんかグミとかもさ、だいたいさぶどうがさ安定になんか美味しいけど、美味しいじゃん。でなんかみかんはすごいみかんって感じじゃん。すごいみかんって感じで、なんか他のいちごとかなんかね、もろもろはなんか物によるって感じじゃない？そう、ちょっと空がこぼれた。なんか唇にしみるかと思ったけどそんなにしみんかった。エール交換って何するの？え、なんかね、なんかリオたちが応援してもらうんですよ。ファンの方にリオたちが応援してもらいます。そうなんですよ。ハイチュウとかブドウのイメージだもんね。確かにハイチュウね、確かにブドウじゃん。なんかエール交換会はなんかリオたちがね、なんかみんなに推しの名前をあのコメント欄に書いてもらって、そこからリオたちがあのこうやって選んで話していくけん、じゃけんリオが選ぶのはあのリオだと、まあね、推しの名前をリオツンって書いてくれてる人だけを選ぶので。ケンちゃんさん、レインボースターありがとう。はい、リオツンって書いてくれる人を選びます。そう、推しの名前はぜひリオツンでお願いします。あやさん、ハートありがとう。リオツンが選ぶんだね。そう、メンバーが選ぶの。メンバーが選びます。でなんかあの予約とか応募とかしてなくても、せずに普通にもうあの今からでも入れるので、普通にスペシャルサポーターの方だったら普通にもうエール交換会参加できるみたいなので、ぜひお待ちしております。どんどんね、つないでいってできるだけたくさんの方とお話ししたいので、皆さんお待ちしてます。選ばれなかった人はそのやりとりを見守るん、多分ね。多分そうだと思うよ。うん、まあほあのね、全員とね話したいから、まあテンポよくやっていけたらいいんだけど、あの選ばれるのは一人じゃなくて何人もつないでいくから、あの皆さん安心してください。そうなんですよ、顔バレ。あ、なんかね、アーカイブとかにも残るから、顔がバレたくない人とか、顔出し NG の人は、あの、お面とかつけるの OK らしいから、ちょっと面白いお面を用意してくださいね、皆さん。全体の時間は30分？うん、30分を予定って書いてた。うん。あとね、スクショタイムもあるから、あの、本当に顔出し NG の方はお面をちゃんと用意してくださいね。そう、お面。スクショ撮っていいらしいよ、みんな。スクショ。リオツーもお面する？しないしないしない。リオツーがリオツーのお面する？そしたら、確かに。全員リオツーのお面で、確かにそれいいかもしれん。確かにね。
そうだね。じゃあ今日はリオはリオのお面をかぶって参加するね。リオ自分のお面かぶるわ。メーナのお面、メーナのお面かわいい、絶対。あらかわいい、今もリオのこと見てきてる、かわいい。お祭りとかでお面買ったことある？あるよ。なんかさ、去年のさ、お祭りの時でね、なんかさ、ショールームでさ、企画したじゃん。なんか、お祭りのなんちゃらみたいな感じで。で、なんかさ、ピカチュウのお面とかさ、買ったよ。で、昔とかさ、アンパンマンとかの買ったし、そうそうそう。ボール挟んどるけん。ボール挟んどるけん。ボール挟みながら。じゃーん、ピカチュウ。ピカツン、ピカツン。ピカツン。ピカツン。ピカツン、ピカツン。かわいいピカツン、ピカツン、ピカツン。ピカチュウの鳴き声知っとる？え、ピカツン、ピカツンじゃろ。え、ピカツン、ピカツンじゃない、ピカツンじゃないの？え、違う。タイトルさん可愛い、ありがとう。違うんじゃん。ピカチュウと同じ顔。なんかね、リオのね、こっち側にはね、いろいろね、配信道具とか置いとるんよ。なんか、例えば、ブブブアーバーンのやつの鉄砲とか、よしかくんさん、ハートありがとう。道具とかね、グッズとかは全部ここの左のすぐ近くに置いてます。ピカチュウと同じ顔？似てる？似てる？やった。待って、口紅なさすぎてやばいね、これ。カペレさん、ハートありがとう。ピカツンはね、ツンツンって鳴くんだよ。ピカツンはツンツンって鳴くんだもん。ちょっとティッシュを取ってきます。よいしょ。こぼれた空を拾えます。よしこくんさん、レインボースターありがとう。え、もう50分でやば。ボール挟んで歩くけんさ、めっちゃシュールなんや。そう。こんばんは。エール交換会とは何をするの？エールを交換します。なんかリオたちがファンの皆さんに応援してもらったりとか、なんか意見とかも、意見とかも言ってもらったりとかって感じです。あと皆さん、今日ブログの日なので
ブログ載ったら見てください。あとさっきツイッター載せたので、ツイッターもいいねとリツイートとコメント、絶対よろしくね。実は僕、明日に誕生日を迎えてしまうんです。誕生日なの？すごい、明日？明日配信来てくれるかな？明日コメントしに来てくれたら、明日歌うから。歌うね。タイトマさん、ハートありがとう。明日コメントしに来てくれたら、明日歌いますね。絶対に来ます。聞いてね。みんなも誕生日のことはコメントしてくださいね。リオ歌うので。よし、それでは明日は夜配信？うん、夜配信です。はい、それではちょっと告白します。はい、 ST48 祭が5月14日日曜日、今週の日曜日にあります。福山ビッグローズです。こちらはスペシャルミニライブがまずあります。スペシャルミニライブは ST48 メンバー全員が出演するミニライブです。13時15分開場、13時45分開演です。はい、そしてグループ話し会もあります。グループ話し会は当日に会場で息をする心 CD 特別なんか、まあ販売があるみたいなので、それを購入したらグループ話し会が参加できます。マジュさん、ハートありがとう。はい、そしてグループ話し会は今回6レーンで、第1部の15時半から16時半です。でメンバーは葵さんとサーヤンさんとリオと3期生ちゃん1人、4人でグループ話し会します。そして個別お話し会もあります。個別お話し会集合時間17時50分なんですけど、個別お話し会も当日に会場にてなんか特別販売のやつを買ったら参加できるみたいなのと、無謀な夢を覚めることがないの CD と交換したら多分できるのかな。うん、はい、リオツン独り占めで話せるので皆さんよろしくお願いします。でこのグループ話し会と個別お話し会の参加券が入ってる特別 CD が販売される時間が8時から10時15分なので17時15分なのでよろしくお願いしますかな。あとスペシャルミニライブは無料配信がありますので、皆さん当日会場に来れない方は配信で見てください。それでは男女読もうかな。パーナ来るかも。本当よ、パーナ大興奮じゃん、サーヤンさんと一緒なんて。プレさん、ハートありがとう。よし、男女読もうかな。明日はゆる配信になりますのでよろしくお願いします。君と巡り合って僕は楽になった。普通に息を吸って、普通に吐いている。君を好きになって、肩の力が抜けた。感じ見ます。13位、まさっちさん、ありがとうございます。12位、ゆうのくんさん、ありがとうございます。11位、まったりさん、ありがとうございます。10位、石ころ人間さん、ありがとうございます。9位、マシューツン。マシューツン、おたおめさん、ありがとうございます。8位、マシューさん、ありがとうございます。おめでとう、お誕生日。7位、むかしころりんさん、ありがとうございます。6位、山椒さん、ありがとうございます。
っこいいメミフィーさん、ありがとうございます。4位あやさん、ありがとうございます。3位よしこくくんさん、ありがとうございます。2位むむむさん、ありがとうございます。そして1位はドゥルルルルルーパン、ゆずきちさん、ありがとうございます。ありがとうございます。このあとエール交換会19時からありますのでよろしくお願いします。1位ゆずきちさん、ありがとうございます。2200名の方見に来てくださってありがとうございました。ありがとう。ありがとうございます。それでは皆様、今日も一日お疲れピカわからんけどお疲れピカピカ、お疲れピカピカ、よし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 。それでは明日花金一緒に頑張りましょう。ピカ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 この後エール交換会ありますのでよろしくお願いします。19時から皆さん待っております。お待ちしてます。ピカ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 。ありがとうございました。バイツー。あいつカオスカオスカオス。ピカツ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 。バイバーイ、ありがとうございました。またねー。